オリンパス E-30、随行デジタル14から 54mmF2.8 から3.52オリンパス E-30 は、オリンパス社のデジタル一眼レフカメラ。2008年12月20日発売、フォーサーズシステムを採用している。オリンパスのデジタル一眼レフカメラとしては、初めての中級機種であり、E-3 と E-520 の隙間を埋めるべくラインナップ。 された。他社の製品としては、カノン EOS50D、ニコン D300 などが、競合製品となる。フォーサーズシステム一眼レフカメラの、一般的な弱点であったファインダー視認性は、視野率約98%、倍率1.02倍となり、E-3 以外の製品と比べると、改善されている。また、iPoint イイも 24.2mm でメガネをかけた。 場合でも視認性の妨げになりにくいスペックとなった。大きな新機能としてアートフィルターが追加されている。これは従来パソコンで行っていた演出効果を撮影時に行うものである。ただし RAW には反映されない。2009年7月1日まで後の々のパソコンでの RAW 現像処理での追加処理ができないという。 政権があったが相当エアのアップデートにより可能になった。ハイスピードイメージャー AF に対応し、レンズキットの対応レンズとして、ハイグレード製品の随行デジタル14から 54mm、F2.8 から3.52が新たにラインナップされた。ありがとうございます。